けれども、どういった集まりですか？はい、南アルプス市を拠点に活動しています、よさこいが好きなメンバーです。中学生から大人までいろんな人が集まって楽しくやっています。南アルプスということでした。今日県外の方もたくさんおいでなんですけれども、今ちょうどいい季節ですね。そうですね、ちょうど桜はちょっと散ってしまったんですけど、桃のお花とかだんだん桜桃もなってきているので、これからいろんな果物を楽しみです。今日の曲がですね、志に操るという字を書いて思想という曲なんですが、これはどういった曲でしょうか？今日初めて演舞させてもらう新曲なんですけど、自分の気持ちを強く持って信じていれば何事もでも超えていけるというような曲になっています。素敵な曲ですね。審査員の方にアピールポイントありますか？はい、初めての曲なんですけど、みんなで一生懸命心を合わせて紅なりの思想を見せしたいと思うので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではお届けしていただきましょう。紅の皆さんで思想。ゆうりくん、ゆうりくん、奪われるとも、紅蓮倒りて悲すことなかれ。